が、少し今年からもう少し世界史をね、みんなに広げようと、大学受験生のために世界史をやるんではなくて、一般の人でも世界史を勉強してほしいっていうのが、今日からと出てきますけど、強く、最近となんか懐かしい、どうですか、懐かしくないですか、一体どうなったんでしょうこれはって話で、ここはエジプトカイロのタハリール広場っていうカイロの中心になります。よく映像でみんなは何度か見たと思いますよ。2011年の2月、もうお互い馬に乗った人たちと徒歩の人たちが衝突して喧嘩し合ってたところですよ。でその時の新聞の一部の切り抜きがこれです。でこれはチュニジアで起きた革命、もともとここから革命始まってるので、その時の革命はこれです。で昨年の秋ノーベル平和賞、チュニジアの団体、この革命をね平定した団体がもらいました。アラブの春、これ何の資料かな、 AFP っていうところが出している資料ですね。でちょっと簡単に言おうか、まずあのアラブの春で民主化したいってみんなが暴れました。うまく政権交代ができたところはどこだろうっていう と、まず政権交代ができたのは4番のリビア、あと5番のエジプト、6番のチュニジア、この3つだけが政権交代ができたところ。でもエジプトのところは波線が引いてあるので政権交代後混乱しました。でどうなったかというと、後で話すけど、また元に戻っちゃいました。今また前と同じです。前よりちょっといいかなぐらいです。でちなみにリビアは何も書いてない、日にリビアはもう今大変ですよ、入れないもん。もう何回も行きたいと思って試みようと思うんだけど、まずビザが下りない、でまず日本人は入れてくれない、なかなか入れない、ツアーでも行けないんです。がリビアは今混乱状態で、首都のトリポリなんてもう道を歩いてたら簡単に殺されちゃいますよっていう状態だから、本当は射線、今うまくいってるのはチュニジアだけ。でもチュニジアがうまくいってるって言ったってみんなの記憶にあるよね。数年ほど前に博物館、バルドン博物館が襲われたじゃん。で日本人誰か亡くなられた一人あったよね。なんで実際に一応安定してるって言われてる国でさえもテロが起きる、でも安定してるってことで車線は引いてないっていう風な感じ。この3つだけです。じゃああとどうなったのかというと、結局起こしたけど何にも変わってないモロッコ、例えばアルジェリア、レバノン、トルコ、変わってないですね。ヨルダン変わってない、タラ、カタール変わってないし、オーマンも変わってない。少なくとも湾岸諸国っていうのはほとんど独裁です。みんななんか湾岸っていうとちょっとみんなお金持ちでっていうなんか石油の人でなんか頭にこういう白いのかぶって輪っかかぶってるようなイメージっていうような感じで、みんなお金持ちのイメージあるでしょ。みんな王様は独裁ですよ。伝統的な独裁国家で、みんなは独裁って誰も言わないけど、もう完全なる独裁国家です。だけど皆さんお金持ってるのでそれほど不満がないんでね。だから暴れたとしてもちょっとお金が足りない人が暴れてお金持ってる人に潰されちゃう感じです。だから全部そう。一番 最悪だったのがバーレーンって言うんだな。ここもみんな他と同じように石油を持っててお金持ちがいっぱいいるところ、でも貧しい人が意外と多くて、で暴れたんだけど周りの国がお金持ちを支援して王様を支援して、結局バーレーンは反対派全部潰されちゃった。でまあイランの状態はね、まあ、日本にあまり映像が来ないのでもともとしょうがないんだけど、イランは暴れたところで別に政府を転覆させようという意図自体がない、国民にね。それだけやっぱり宗教国家なので、まあ、一応政治なんとかしてねぐらいしか変わらないので、結局3番のこのイランとバーレーンは両方とも潰された街になっていると。だから結局みんながあの時見たすげえなっていう映像は結局なんかお祭りみたいに終わっちゃって、最終的には残念でしたっていう感じになったのがこれを見てます。